日本のメディアから情報を取っている人たちは、今、日本がどれほど危険な場所に自ら追い込んでいるのか知ることができません。このままでは、中東戦争、第三次世界大戦に巻き込まれる可能性が非常に高くなっているのです。また、国内でのテロが現実的になってきました。オバマ政権の目的は、日本を抱きつき心中に誘い込んで、大規模な世界恐慌を起こそうということです。日本の TPP 参加に向かっているで、その条件は整いました。日本のトップは、ひたすら戦争のために入る必要のない TPP に突き進み、日本を嫌悩しようとしているのです。全く信じられない男です。彼は日本の総理か。なぜ、ゼロヘッジの執筆者が怒っているのかというと、米国、英国、フランス以外のほとんどの西側はシリア攻撃に躊躇しているのに、なぜ平和憲法の日本が参戦しようとしているのか、ということで義憤を感じているのです。安倍晋三は、アメリカのオバマさんが、シリアが悪いと言っているから、僕らもシリアを攻撃するんだいと言っているだけです。独自の判断能力などゼロ。安倍が日本の独立と言っているのは、日本の良識派、世界の良識派からの独立を意味しているのです。つまり、戦争するために邪魔になる人間を排除し、そうした人たちの言うことを聞かせないようにする、ということです。シリアに何の在庫がなくても、アメリカ様の言うことさえ聞いていれば政権を維持できる。シリアの子供に反政府軍、テロリストの銃口が向けられようが、知ったこっちゃない、というのは、福島の子供をほったらかしにしているどころか、帰りたくない、と言っているのに無理やり放射能の霧の町に引き戻そうとしていることから、その異常性がわかろうというものです。西側のメディアは、国内のメディアと180度反対で、そんな日本の談笑の政権を批判しているのです。安倍政権など、取りに足らない、と西側にとっては眼中にないのです。日本のメディアは、こうした事実を全く報じないどころか、欧米の多国籍企業の資本で動かされている企業メディア、通信社から配信された情報をフィルターにかけることなく、そのまま信じ込んで垂れ流しているだけです。驚くべきお気楽な家業です。私は警告しておきますが、日本の有権者がこのままダミンを貪っていると、日本は本当に取り返しのつかない事態に陥ってしまいます。そうした人たちは天寿を全うできないでしょう。シリア戦争はイラク戦争とは全く違います。地政学的に、シリアは西と東の交差点にあたる国ですから、ここで大国の代理人同士の軍事衝突、シリアの内戦が激化すると、イラク、ヨルダン及びレバノンのような隣国へ広がっていきます。すでにそうなっているのです。イラクの参戦は当然として、エジプトの内戦も激化して、手がつけられない事態に発展します。イスラエルは、それを虎視眈々と待っているのです。核ミサイルを使う口実を。シリアは、この10年、西側メディアの一斉攻撃と、米国と英国の情報機関による妨害によく耐えてきました。しかし、国連が2つに割れてしまった以上、ストッパーの役目を果たす世界的機関はなくなりました。無用の長物と言われ続け、結局は西側のグローバリストの別組織として動いてきた国連ですが、それでも対マスコミについては、一定の役割を果たしてきたのです。この先は、無秩序状態の荒れ野が広がっているだけです。日本は、例えれば、荒れ野に西側のシリアへの侵略部隊が通るための、快適なハイウェイを作ってあげますよ、と言っているのです。自民党は、掘りもせず、イラク戦争の時と全く同じ過ちを繰り返そうとしているのです。無料の虐殺に手を貸す安倍という狂人、それを西側のアルファブロガーたちが批判し始めたということなのです。シリアは、神風航空隊を編成しています。この特攻隊が、地中海でシリアに向けてトマホークを打ち込むために待機している4隻の米国艦船を標的にしているのか、あるいは航海に展開している2隻の原子力空母を標的にしているのか、あるいはイスラエルのミサイル基地を標的にしているのかはわかりません。いずれにしても、確実に起こることは、米国がシリアに向けてミサイルを発射した瞬間に、日本の運命は決まる、ということです。安倍晋三と彼の閣僚は、全くこのことが理解できないのです。これは驚くべきことです。日本の運命が決まる、というのは米国の経済崩壊が起こるということと、それにつれて日本の連鎖的崩壊と無秩序状態が生じることです。この発端となるのは、イランによるホルムズ海峡の長期閉鎖です。油断大敵です。安倍晋三が、これもワシントンに言われる通り、日本版FEMAの創設と日本版 NSC の創設を前倒しし、国内でのテロに備えると言いながら、一方で秘密保全法案を決め、
国民の言論統制を強化しようとしています。麻生太郎がついうっかり口を滑らせた日本のナチス化、あるいは戦前の軍国主義に戻ろうとしていることは確実なことです。